イソーでこの巾着を買いました。これはフラワー刺繍巾着パープル300円商品です。でこれは中が透けて見えるので何を入れているか分かるのがいいなと思いました。あとベージュ系の色もありました。私はパープルにしました。可愛いです。靴下とか編みかけの入れるのにちょうどいいかなと思います。はい、一応タグの裏もお見せしておきます。はい、そしてあともう1個というか2個セットなんですけど、こういうシャーリングの生地の巾着も買いました。これは巾着セットシャーリングブルーセット300円商品です。あとピンクと黄色のセットもありました。このタグの裏はこんな感じです。はい、これも靴下編みかけのモバイルするときとか使おうかなと思います。ダイソーの商品だから、ここのね紐の縫い目のところ、紐を通すところの縫い目は曲がっているんですけど、まあそんな気にならないかなと思って、別にね使うのには支障ないので。で紐の色はどっちも同じ色で、同じですね。可愛いです。あ、くまちゃん、この子は結構前にニードルフェルトで作った子です。可愛い、ちっちゃめ。コアラちゃんの膝にいます。はい、あとダイソーでハサミを買いました。ハサミちょっと今開けちゃってここにはいないんですが、これです。こんなちっちゃいハサミが売っていました。多分元から売っている、あの持っている方も多いと思うんですが、あの何ハサミだっけ、名前が忘れちゃったんですけど、私もそれ持ってて、でも持ち歩く場合なんか落としちゃったりとかしてなくすのが怖いなと思って、ちっちゃいハサミ欲しいなと思っていたので、これがあったので買いました。このパッケージに入っていました。裏はこんな感じです。超ミニ携帯ハサミで、このマーカーとか出ているやつ、ここに一応クロバーさんのジャンカッターも入れているんですけど、まあハサミの方が使いやすいなと思って、まあ、こっちの方が安全でいいですよね。これ結構切れ味も良くて使いやすくて気に入っているんですけど、はい、まあ、ハサミの形の方が使いやすいなってちょっと思ったので、ちっちゃめのハサミが欲しかったので買いました。で、ここに入れておきます。で、そうだ、チューリップさんのキャリーシーロングに入っていたハサミ、これなんですけど、使ってたんですけどこんな取れちゃいました。これね、すごい、これも切れ味良くて気に入ってたんですけど、ここのネジの部分が使っているうちに緩んできて、たまに締め直しながら使っていたんですけど、とうとう気づいたらこの状態になっていました。このネジもちっちゃいのでどっか行っちゃって、はい、これ組み立て直すというかネジを締め直して使いたいなと思ったんですけど、またどうせ緩んできちゃうかなと思って、これはもう処分するしかないですよね。ショック。
でもこれあれペーパーナイフとして使えそう。まあ先が尖ってるから危ないし、これは処分します。悲しいけどね。はい、こんな感じです。そう、これは無印で最近買った小物ケースをマーカーとか入れるのにいいなと思って買いました。この半透明のこのケース全部無印で買いました。この2種類、この2種類はサイズが同じで、こっちは開閉できるタイプのマーカーをいっぱい入れています。ダルマピンとかそういうやつ、あと自分で作ったビーズのやつとか、はい、こういうのを入れています。で、こっちの小さめの方、これはメカズリング、開閉はできないタイプのやつを入れています。こういう、これも自分で作ったやつ、こういうのとか入れて、ちょっといっぱい入っているので開けるときにこぼさないように気をつけなきゃいけないっていう感じなんですけど、はい、これも半透明なので中に何が入っているのか見やすくて、見やすいというか分かる、見やすいというか分かっていいなと思いました。あとこっちはさっきのこのクロバーさんのヤーンカッターにこの棒針キャップ、これは細めなので靴下編みの時とかに使うやつで、あととじ針を入れています。はい、本当はこっちの小さいサイズをとじ針入れようと思ったんですけど、見てわかるようにここ斜めに入れないと入らなくて、これだともう斜めの距離が小さくて入らなかったんで、そう、これはなのでこっちの大きいサイズの方に入れて、キャップとヤンカッター、ヤンカッター入れ忘れた、ヤンカッターを入れています。で、こっちがメカズリング、もう一個大きいの買ってきて、メカズリングもこっちのサイズに入れたいなっていう気持ちです。で、あとはこのアミリズさんのメジャーと、あとさっきのハサミと、このストッパーだっけ、なんだっけ、これアギーのやつ、あと、まあ、これ後でこっちに入れます。マーカーと縄編み針、これはココニッツのやつを、細いのでこれをよく使っています、靴下用に。はい、これをこのサイズのに、この大きい方の小さいやつ、これ2個縦に入って、これちゃんと閉まるので、はい、これを入れて、この小さいのも入るし、こんな感じで入れていつも使っています。これちゃんと閉まったか、無印のってシンプルでいいですよね。なんか無印のポーチとか使いやすい形とかポケットの種類とかいっぱいポケットがついてきたりして使いやすそうなんですけど、色が黒なんですよね。だいたい黒とかグレーとか、まあ、白というか半透明系もあるけど、なんか持ち物はカラフルで可愛いものが好きなので、
着る服は黒とか多いんですけど、持ち物はなるべく可愛い色を使いたいなと思っているので、無印のポーチ類は黒が多くて買えなくて、まあ形とか機能面では便利だと思うんですけど、ちょっとなんかこれ今これが入らない、入っていたはずなんですけど、どうしたらいいのか、はい、あ、入っちゃった、はい、こんな感じでいつも使っています。前は缶に入れてたんですけど、缶だと結構ジャラジャラ音がするので、このプラスチックの方がいいなと思ってこれに変えました。はい、こんな感じでマーカーとか入れるケースを紹介しました。はい。